ドビエナザとアポストロフは、ロシア帝国海軍が建造した、海防戦艦である。艦名は、キリスト教の、十二使徒を意味する。本艦は、国会艦対応として全球、インペラトール・アレクサンドル2余宮に引き続き一隻のみ、作られた艦である。本艦の特色として全球では、連想法一期二門であった火力を、連想法二期四門として二倍の火力を持っていた、ことで、 主砲副砲配置は、装甲艦の様式を残した、全球からむしろ全土急戦艦に近い近代的な、ものであった。右舷側から撮影された本艦。ドーム型の主砲カバーの形状や水線部付近の、ケースメイト配置などの特色がよくわかる写真。本艦は、当時の主流である、平ら艦艦型船体で、艦首水面下に昇格を持ち、艦手艦艦艦から、全部艦艦上に、 1877年型30.5センチメートル砲で連装砲画を厚さ305ミ、mm、リメートルにもなる装甲で囲い、前向きに一機を配置。その真後ろから環境構造が始まり司令塔を下部に組み込んだ箱型環境で両側に船橋を持っていた。その背後に中部に装甲で覆われた見張り所が設けられた。 ミリタリーマストで4 7ト、mm、ル砲や3 7ト、mm、ル砲が配置された全部短脚章が1本立ち、その後部から機関区が始まり、断面が円形の2本の煙突を直列に配置している。煙突の周囲には管内への吸気用として着せる型の通風塔が片言4本ずつの計8本が立つ。煙突の周囲は関西堤置き場となっており、 前後の短脚症の基部に一基ずつついた地レーンにより運用される。春工当時の煙突は高さ不足で倍煙が見張り所にかかる障害があったので1897年に煙突の長さを伸ばす改正が行われた。二番煙突の後部に後部短脚症と後部環境が配置され、その後ろは後ろ向きに連装砲一基が配置された。船体中央部には全球と 同じく原則に砲角が設けられ、複砲として全球では 22.9cm 砲が採用されていたが、本艦では 15.2cm 砲が採用され、単装砲がで、片原に木ずつ、計四機が配置された。この武装配置により、前後方向に、最大 30.5cm 二2十15.2砲2門が施行でき、左右方向に、 最大30.5センチメートル砲4門15.2センチメートル砲2門を施行できた本艦の手砲には全球に引き続き1877年型30.5センチメートル砲を採用したその性能は331.7キログラムの砲弾を行角15度で9150メートルの射程を得られたこの砲を炉砲塔に収めた不要能力は 呂角15度、不角5度である。旋回角度は、守備線方向を0度として、左右100度の旋回角度を持っていた。砲の動力は主に蒸気機関により不要、旋回、装填が行われ、補助に人力を必要とした。発射速度が4分に一発であったのは、この時代の砲塔は、砲弾の装填機構が、船体に固定されていたため砲が旋回し、 副砲には全球に引き続き、1877年型 15.2cm 砲を採用した。その性能は 41.5kg の砲弾を、行角12度で 7470m の射程を得られた。不要能力は、行角12度、深く8度である。旋回角度は、開放状態であれば180度の旋回角度を持っていたが、 ケースメイト配置のために実際は、旋回角に制限があった。法の動力は主に人力を必要とし、発射速度は1分に1発であった。ありがとうございます。